おはようございます。昨日は仕事帰りに島村に行きました。ユミさんのタルバイユミの発売日だったので、この2点を買いました。ブラスとサロペットのパンツです。初めてこういう紐付きのサロペットタイプのパンツを買いました。とっても可愛くて、この中に合わせてるブラウスも首と袖口のステッチがとっても可愛くてお気に入りでございます。なんかもうね、回転アタックできなかったのであんま残ってなかったんですけどもね、これステッチ可愛いですよね。ユミさんが、チラシで着用していたこの一部店舗の販売のブラウスとパンツにして2点だけ買ってきました。可愛いなと思いました。サマンサモスモスで買ったこのベストなんかも合わせて着てみたらどうかなと思ってちょっとコーディネートしてみました。いかがでしょう。あとね、この前買ってきた付け襟もつけてみたんですけど、なんかとっても可愛い、ヘンゼルとグレーテルみたいな感じになっちゃいましたけども、いかがでしょう。可愛いですね。しかし本当この付け入り万能でした。というわけで今回はユミさんのタルバユミの新作を2点購入してきました。可愛いブラウスとサロペットタイプのパンツです。今日もこれから仕事なので頑張ってきます。では皆様またねー。